たね。今思ったんだけど、あなたたちもかなりの距離を来てるでしょ。大変じゃない？そうなの？すごいね。夜の砂漠は冷えるね。風は砂混じりだし、顔に当たるとちょっと痛い。誰か試合の目標を達成した？セノが一つ目の地脈干渉器を止めたぞ。お前は何か新しい発見はあったか？試合エリアに沿って一周してきたけど、地脈干渉器は見つけられなかった。だけどとても大事なことが分かったの。メーロン派の同級生は確かにいろんな理由で私を学院代表に選んだと思う。私を笑い者にしようって人もいっぱいいるだろうしね。けど本当に私に期待を持ってくれてる人もいっぱいいると思うんだ。みんなの期待に応えたいし、私の名前を書いたこと後悔してもらいたくない。あれ、もうプレッシャーには感じてないのか？プレッシャーならもちろん感じてるよ。ただ今の私にとってそれはもうやらなきゃいけないことじゃなくて、私のしたいことなの。言葉にしちゃうとそう大きく変わったようには聞こえないかもしれないけど、もうリラックスできてるから心配しないで。そうだったのか、よかったな。それでやっとリラックスできたからか、なんだかとても眠くなってきた。少し寝るね。少しだけ。あれ、まだ試合は終わってなかったのね。この子ったら緊張しすぎじゃない？あ、お前は。久しぶり。私も外の空気は久々なの。出てきたからには試合をクリアしてあげないとね。試合の目標は何だっけ？地脈干渉器を探すこと？どれどれ。もう情報はほとんど集められてるから、この子のために最後の締めをしてあげようかな。旅人、パイモン、私についてきて。君たち、こう感じたことはない？星々には奇跡があって、地脈も地脈自体の規則に沿って流れていく。高いところから見下ろしてみると、地脈は大気に映し出される星々みたいだと思わない？全ての星の変化を直接観測できるわけじゃないから、些細なところから導き出した推論も結構多い。地脈も同じよ。地下に隠れている部分は元素や音なんかの手がかりをもとに識別できる。その上、今はすでに機械を止めた人が出てるから、前後の変化を見比べればより多くの情報を推測できる。どれどれ、ここら辺かな。これでしょ？今止めたから、ここ一帯の地脈は通常に戻ったはずよ。すごい！さっきも言ったでしょ？これは私の功績じゃない。私はただ、最後の締めを担当しただけ。もう少ししたらあの子も目覚めるはずよ。しばらく戸惑った末に、地脈干渉器を止めたって報告しに行くでしょうね。君たちはもう少しここにいる？それとも他の参加者を見に行くの？アラートデバイスを確認してみるか。あれ、カーベとファルザンが同じ場所に向かってるみたいだぞ。
多分最後の一台を見つけたんでしょう。そういえば河辺先輩って本当に面白い人よね。え、なんでそう思うんだ。第2ラウンドの試合が始まる前、もう一人の私が河辺先輩と話したの。そしたらね、悩みは病気みたいなもので、いつも症状に合った薬を出せるとは限らないから、時には自然に治るのを待つしかないって。でも私からしてみたら、あの人の抱えてる問題の方がもう一人の私よりよっぽど深刻よ。あの時もう一人の私はただ自分のやりたいことが見つけられてなかったから悩んで迷ってただけ。でも河辺先輩にはやりたいことがある。賞金をゲットしなきゃって分かってるはずなのに矛盾した行動をする。二人目の人格なんてないはずなのに、自分自身との折り合いが全然つかないみたいにね。ああいう感じ、うまく説明できないけど、笑ってるように見えるのに心は楽しんでなくて、むしろ悲しんでるみたいな。でもポジティブに考えてみれば、もしかしたら彼の方が私よりも経験豊富だからこそこういう問題に対処できるかもしれないわよね。あ、直接現場に行って記録するのよね。君たちにとってはそれがこのラウンドの締めになるはずよ。おう、じゃあオイラたちは先に行くな。お前が言ったことも覚えておくぜ。河辺とファルザン、試合前は自信満々だったのに、結局最後の2人になっちゃうなんてな。でもあの2人どっちが早いと思う？早く行ってみようぜ。この辺りにあるはずじゃ。やっと見つけた。河辺？お前まさか。ファルザン先輩、先輩はもう試合を達成できてると思ってた。ファルザン、河辺。あ、レイラが試合目標を達成した。まさかファルザン先輩と同時に致脈干渉器を見つけることになってしまうと。他の参加者はどうしてる？ティナリとカサッチは棄権して、セノとレイラはもう達成してる。あとはお前ら二人だけだぞ。あれ、おかしいな。ファルザンはもうずいぶん前から掘ってなかったか？うむ、それがずっと掘り進んでいったら地脈干渉器を掘り当てるどころか、ある遺跡の中に入ってしまったのじゃ。結構深い場所に落ちてな。中は真っ暗で、わしはだいぶ時間をかけてギミックを解いて地上に戻ってきたのじゃ。なんだかそれはそれですごいような。こんな短い時間で他の人なら1週間もかかるような道を進み切るなんて、さすが先輩。お前はなぜこれほど遅かったのじゃ？途中でたくさんのコサックギツネに遭遇したんで、そいつらを試合エリアから連れ出してたんですよ。戻った時には喉がカラカラで、急に目の前が真っ暗になって、多分暑さに当てられて気絶してしまったんでしょう。目が覚めたらもう夜になってたので、最後の体力を振り絞ってここまでたどり着きました。
本当に変な理由じゃな。お前本当に大丈夫なのか？砂漠で一人倒れるなど聞いているだけで危なっかしいぞ。砂漠に詳しいと豪語する割に問題にあった時にはそのような解決法を取るなど、いささかその天才の名にふさわしくないのではないか？確かに少し問題はあったかもしれません。でも天才かどうかなんて関係ない。僕自身の選択ですから。やり方は確かに妥当ではなかった。でもそうしないとどうも気が晴れないんだ。心にうっすらと罪悪感を抱え込んでいるようで。だから、ふん、最近の若者は揃いも揃って変な奴らじゃな。本題に戻ろう。どうやらわしらはどちらも最後の地脈干渉器がここにあると確信しておるようじゃな。とりあえずそいつを掘り出そう。やはりこいつじゃったな。わしたちの考えていた通りじゃった。じゃが今回はどうする？後輩どうした？ほっとした様子で。あ、いえ、ただこのラウンドがやっと終わったなと思って。これでも僕たちと無関係な動物が危険に巻き込まれずに済むはず。ポイントは後でもう一回くじを引きましょう。他にいい方法もないし。よし、じゃあとりあえずアール村に戻ろうぜ。お前ら二人ともまずは水と休憩がいりそうだからな。第2ラウンドの試合が終わったみたい。ファルザンさんとカーベさん、どっちが早かったのかな。あれ、ファルザンさんは？ファルザン先輩は水を飲みに行った。すぐ戻ってくる。先輩とほぼ同時に見つけたから、またくじを引きたいんだ。君は物事にはまりやすいな。今回はくじ引きか。はまってなんかない。僕が好き好んで不運な目に遭っているみたいに言うな。そうか。では言い方を変えよう。君はくじ引きと妙な縁があるな。じゃあくじ引き用の箱と紙を用意してくるね。二人ともちょっと待ってて。うむ、またくじ引きか。わしの運を見せてやろう。当たったぞ。見たか、今回は僕の当たりだ。おめでとう、カーベさん。カーベも運が良くなったな。本当に大変だった。砂漠であれだけ苦労したのが報われたな。今回の点数はお前のものじゃ。今回第2ラウンドの試合の目標を達成したのはセノさん、レイラさん、カーベさんの3人でした。現在の順位を計算してみますね。セノさんとレイラさんは4ポイントずつ所持しているので同点で1位です。あとは順番にティナリさん、ファルザンさん、カーベさん、カサッチさんとなります。次は最終ラウンドです。それまでに皆さん、しっかり休んでくださいね。学院フェスのブースに新しい遊びが出てきたと聞いています。興味のある人はぜひ行ってみてください。じゃあみんな、次のラウンドでね。
旅人さん、パイモンさん、やっと会えました。あれ、なんかあったのか。今回の学院祭、何か変だと思わないか。さっきまでキャンディスと一緒にカフェにいたんだけど、いかにも用があってここに来たって風な傭兵を見かけたんだ。あいつらわざわざ変装までして買い物に来ただけの観光客を装ってた。でもどう変装したって、あいつらの体に染みついた血の生臭さは隠せやしない。あのコソコソした様子を見るに、きっとまた拉致とか暗殺みたいな下水仕事だろうな。少し聞き耳を立てていたのですが、彼らの目標はどうやらサーチェンという人のようです。サーチェン？あ、開幕式の時カリーナが言ってた人のことか。彩色の冠と試合の賞金も全部そいつが提供してくれたって言ってたよな。けどそいつ自身はずっと顔を見せてないような。ふん、聞いた限りじゃ金持ちみたいだな。それだったらおかしくはない。ここんとこエルマイト旅団のやつらも生計が苦しいからな。傭兵たちの大半は副業をしてる。狙いは全部金や権力を持ってる大物たちだ。あいつらの言葉を借りれば、一度成功しさえすれば身代金でしばらく楽な生活ができる。だそうだぜ。ちょうど学院祭の時期ですからね。スメールシティから一気にたくさんの観光客が押し寄せてきたのに乗じて紛れ込んできたというところでしょう。リシアと一緒に彼らを捕まえようと思ったのですが、相手の警戒が強くて理由をつけて逃げられてしまいました。シティ内で戦いなんかしたくないだろ。そうじゃなきゃすぐにでも奴らを縛りつけてたんだが。こういうのは誰が管轄する決まりなんだ。マハマトラ、それとも30人団か。セノなら何とかしてくれるだろう。とりあえず教練員に戻って情報をマハマトラに伝えようぜ。リシア、キャディス、ありがとな。いいえ、私たちもたまたま耳にしただけですので。ああ、気にするな。本当に奴らにやられてしまった日にはエルマイト旅団の名がもっと汚れるだけだ。それにここはスメールシティだからな。私とキャンディスは手を出しにくいんだ。あんたらに任せたぜ。もし私たちの助けが必要になったら、いつでもカフェまで探しにいらしてください。さっき何か考え事をしてたみたいだったけど、もしかしてお前も学院祭について考えてたのか。リシアとキャンディスの話を聞いて、オイラも裏に何かあるんじゃないかって気がしてきたぞ。こうして考えてたってどうしようもないよな。よし、教練院に行ってマハマトラを探しに行こうぜ。あいつ、前にオイラたちと一緒にシラージの調査をしたマハマトラだよな。オーラブだったっけか。あいつに話してみようぜ。お二方、これはお久しぶりですね。私に何かご用ですか。サーチェン様の拉致ですか。そんなことを計画している者がいるとは。でもよくよく考えてみれば意外なことでもありません。学院祭の影響力はどんどん広がってきていますからね。サーチェン様も協賛したということで、たくさんの人が彼の名を耳にし、彼を大富豪として見ています。あいつが狙われてるかもって分かってたなら、人手を増やしてあいつを守った方が良かったんじゃないのか。実を言いますと、
我々にもそのような考えがありました。ただサーチェン様はもともと外での調査研究がお好きで、ほとんどスメールシティ内にいないので誰も彼と連絡を取れなかったのです。たった一つの手がかりは、彼が学院トーナメントが開催されたら私は毎回一番近いところで観察するつもりだ、私の資産を継ぐにふさわしいものを選び出すとおっしゃっていたことでしょうか。サーチェン様がご自分のおっしゃったことを守っているなら、彼は今スメールシティ内にいるはずです。エルマイト旅団の者たちもそれを耳にしたからこそスメールシティに来たのでしょう。じゃあ、あの悪い奴らもサーチェンがどこにいるかまでは分かってないんだな。そのはずです。セノ様はまだ休暇中ですので、この件は私が対処しましょう。安心してください。今のスメールシティで拉致犯たちによる波風を立たせることなどありません。私には彼らを探し出す方法があります。でもサーチェン様のことが気になるようでしたら、彼を探してみていただけますか。彼の居場所が早く分かるほど、それだけ早く彼の身の安全を保証できます。マハマトラや三十人団がどれほどすごくても、自分から姿を見せたくないという人間は守りにくいですからね。分かった、探してみるぜ。けどどこから探せばいいんだ。ないですね。サーチェン様は法律や規範に違反するようなことは何一つしていませんので、マハマトラの方には彼の情報はあまりありません。アルハイゼン様はすでに代理賢者を辞め、書記官の仕事に戻られたと聞いています。彼に聞いてみてはどうでしょう。確かにそうだな。じゃあ一旦会場に戻ってアルハイゼンを探しに行こうぜ。アルハイゼンさん、今ちょっとある人の調査中なんだけど、あいつに資料を探してもらいたいんだ。そうなんだ、ごめんね。私もどこに行ったかまでは知らないんだ。試合が終わった後いつも一番に会場から離れるの。それにアルハイゼンさんは他人に自分のスケジュールを教えない主義みたいで。そっか、まあ、あいつは普段からそういう感じだしな。アルハイゼンさんは学院祭にもあまり興味なさそうだったし、この近くには残ってないかもね。あの人にとって特別評論員はどっちかというと割り当てられた仕事って感じなんだよね。普段仕事が終わったらどこに行くか知ってる？そうだ、アルハイゼンの家はここからそんなに遠くなかったはずだぞ。あいつん家に行ってみようぜ。とりあえずノックしてみようぜ。おう、反応がないな。留守か？アルハイゼン、聞こえるか？家にいるのか？ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。あなたたちだったのか。神戸、家にいたんだな。とにかく入ってよ。今ドアを開ける。返事がなかったから家に誰もいないのかと思ったぞ。仕方ないんだ。もし僕がのこのことドアを開けたりして、来たのがアルハイゼンを探しに来た教令員の人だったら、ここに住んでるってことがバレてしまうだろう。このことになるとやけに慎重だな。じゃあもしアルハイゼンを探しに来た人がいて、お前もたまたま家にいたらどうするんだ。自分の部屋にいるだけさ。それに家に来てまでアルハイゼンを探すやつなんかいない。そんな無駄なことをする人はそういないからな。
行ったか知らないか。あいつがか。知るか。好きなところに行ってればいいさ。喧嘩なんかじゃない。あいつ口がすぎるんだ。第二ラウンドで起きたことについてあいつと話してたんだ。最後僕がくじを引き当てただろ。いい人間にはいい運が回ってくるって証明だ。今の僕は絶好調についているのさ。そしたらあいつ、これを聞いた時のあいつの反応を、あなたたちはきっと想像もできないだろうね。あいつはこう言ったんだ。いつも自分の方が先輩だと強調するくせに、問題の対処をする際には先輩としてあるべき姿勢が見受けられない。なら、その先輩というプライドには何の意味がある？先輩のあるべき姿勢ってなんだよ。先輩は先輩だろ。それにあいつはこんなことも言った。君はもう少しよく考えた方がいい。なぜどのラウンドでも運試しをする？その年まで生きて自分の最大のピンチに見向きもしないとは信じられないな。だってさ確かにアルハイゼンの言いそうなことだな。もう我慢できない。今回だけじゃないんだ。前回も前々回もこんな調子だった。あいつとの会話は本当にイライラするよ。どうせ僕たち互いのことが気に食わないんだ。なるべく早くここから出ていくよ。今荷造りしてるところなんだ。あいつのために物を片付けたり掃除したりする人なんてもういない。壁の絵も持っていく。今後アルハイゼンは感性なんてものとは全く無縁な場所で住むことだな。ちょっと待てよ、引っ越すのか？試合ってまだ終わってないんじゃないのか？どこにそんな金あったんだよ。今はもちろんないさ。だからとりあえず荷物を片付けて前もって準備をするだけだ。新居の目星はついている。賞金を手に入れたらすぐにそれを買うんだ。それで片付けた荷物を運び込んだら、せいぜい3日あればここを離れられる。この目標を実現するために僕は決めた。たとえ第3ラウンドで何が起こっても全力を尽くして優勝を手にするから見ていてくれ。おう、応援してるぞ。けど本当に大丈夫なのか？ん？僕の何が？レイラがオイラたちにお前は時々自己矛盾に陥ってるって言ったんだ。どういう意味だ？あなたたちも僕の性格に問題があるって思ってるってことかい？そうは言ってないぞ。でも考えてみろ、賞金を手に入れるって言ったのはお前だし、ファルザンからのポイントをやるって提案を断ったのもお前、コサックギツネを放っておけなかったのもお前だった。待てよ、そんなのは全部普通のことじゃないか。理由だって前に言ったはずだろ。そうしないと負い目を感じるんだって。どこが矛盾してるって言うんだ？突然そう聞かれると、そうだな、なんでだろう。多分僕の性格なのかもしれない。そうしないで万が一悪い結果を呼ぶ羽目になったら、僕も責任逃れはできないし。でもそんなことばっか考えてると生きるのが大変だぞ。それにお前がしたことって全部危険がないわけでもないだろ、うん、例えば砂漠で気絶したりとか。本当にそれでいいのか？簡単には説明できないんだ。いや、僕のことはとりあえず一旦置いとこう。アルハイゼンに何の用だ？サーチェン。最近あいつがそんな名前を口にしたのを聞いた気がするの。その時あいつは資料を一部持って帰ってきてたんだ。ブツブツ言いながら紙に何か書いたりしてた。僕に暇だったら目を通すように言ってきたけど読まなかったんだよな。ちょっと待ってくれ、どこにあるか探してみる。
これだ。どうぞ。ねえ、本当にいいのか？何が？あいつが僕のところからビールを持っていくときは随分慣れてる様子だったけどね。遠慮なんてものは全くなかったよ。それにあいつから見ないかって聞いてきたくらいだ。僕はあの時必要ないと思ったけど、あいつはそのまま横に置いてった。あいつの習慣からすると、片付けてない資料は読んでいいっていうことさ。気にする必要はない。そうか、だったら安心だな。サーチェンの資料に何が書いてあるか見てみようぜ。字がいっぱいで目が回ってきたぞ。とにかくサーチェンは自分の事業を教令院に預けて研究に出かけたってことか。もし特別に認められる参加者がいたら、賞金だけじゃなくて自分の事業をあげるとも書いてあるぞ。それってめちゃくちゃ大金になるじゃないか。なんだって、そんなうまい話があるのか。サーチェンの資産か。一生かけても使い切れないだろうな。もし手にすることができたら、借金を返して新居を買って、それでも数えきれないほどお釣りが来るぞ。そうなればアルカサルザライパレスをもう一つ作れる。いや、あれの10倍は大きい宮殿だって。待てよ、オルモス校の新プロジェクト、あれも橋の改装だったな。最高の効果を出すためにはおそらく。おい、目を覚ませ。それを考えるにはまだ早いぞ。あ、それもそうだ。当面のキュームは優勝してさっさとここから引っ越すことだからな。ん？待てよ、資料にメモが挟んであるみたいだぞ。アルハイゼンが書いたのか？あいつの考えを書き留めたものみたいだな。どれどれ。あ、二つの文章に丸がつけられてるぞ。一つは、サーチェン生死不明。もう一つは、彩色の冠。それと、よくわかんない言葉だな。これ、他のところの言葉か？どれどれ？ん？この文字は。そうだな。ちょっと考えさせてくれないか。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。100% 正しい保証はないけど、大体そんな意味だね。下にまだ小さな文字があるな。ん？あいつは何が言いたいんだ？この変な文字が読めるなんてすごいな。学生時代、僕たちは共同で課題をやっていたことがあるんだ。テーマはキングデシェレト文明の古代遺跡における古代文字と建築デザインの方向性についての解読だった。古代文字についてはその時にちょっと勉強してたんだ。なるほどな。でもアルハイゼンが書いたこれはどういう意味なんだ？さあね、あの男の考えることは普通の人間にはわからない。ま、ここにはもう手がかりはないみたいだな。そうだ
の悪い奴らを捕まえてほしいぜ。それまでは、とりあえず他を回ってみようぜ。いらっしゃいましたか。すみません、犯人の尋問が終わったばかりであなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何か分かったのか。何と言いましょうか、予想外のことが多々ありまして、誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題は、これは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。なんだってそんなことしなきゃいけないんだ。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。おかしいぞ。ここで間違いありません。親分、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだお前ら。誰にやられたんだ。お前、あいつらの仲間じゃなかったのか。あいつら？誰のことだ。